ちは、スーパーガールズです。6月12日にゼップダイバーシティで開催のスーパーガールズ11周年記念公演の模様とリーダー渡辺光明の卒業ライブをテレ朝チャンネル1にて独占生中継させていただきます。イエーイ。スーパーガールズにとって大事な11周年のライブ、そして私にとっては最後のライブなので、たくさんの方に、今までのありがとうの感謝の気持ちをしっかり伝わるようにパフォーマンスしたいなと思っております。頑張ります。はい、そしてですね、こちらの CS テレ朝チャンネルでは CS 放送だけでなくオンデマンドの方でも見ることができます。皆さんぜひ放送配信でもお楽しみください。以上、スーパーガールズでした。バイバーイ。スカパーでテレ朝チャンネルに加入すればスマホからでも追加料金なしで放送を見ることができます。パソコンやタブレットにも対応、放送と同じ時間に視聴することができます。また見逃し配信で何度でも視聴できます。スカパーオンデマンドへの加入方法は簡単、契約もスマホで完結できます。加入に必要なことは3つだけ。まず1つ目はテレビの B キャスカードの番号または A キャス番号を用意してテレ朝チャンネルに加入します。検索サイトでスカパーテレ朝チャンネル加入と入力して申し込みページへ。テレ朝チャンネルを選択してプランとセットを選びます。Bキャスカードの裏面の Bキャスカード番号もしくは A キャス番号を入力します。Bキャスカードはご自宅のテレビの横や裏に刺さっている赤色のカード。カードが見つからない場合や A キャス番号の確認は、テレビ画面からリモコンの CS ボタンを押して101チャンネルに合わせて右上の番号を確認。お客様情報やお支払い方法を入力してください。次はスカパーオンデマンドを利用するため会員登録をしてマイスカパー ID を作成します。最後はスカパーオンデマンド専用アプリをダウンロード。スマホやタブレットで見る人におすすめです。先ほど登録したマイスカパー ID とパスワードを入力します。これで登録は完了。テレ朝チャンネルは1、2、2チャンネル合わせて月税込み1529円で視聴可能。なんと加入月は無料です。テレ朝チャンネルでは最新の音楽ライブを含めたコンテンツや生中継が盛りだくさん。詳しくはテレ朝チャンネルで検索。